いやー、せつなけいすけだよ。今回はベルとお菓子の家やっていきたいと思います。食卓編第3章。前回もあの家で不遇な待遇を受けました。あの女の子からは逃げました。あんなやつ助ける気にはならない。恐ろしい。カエルの墓、亀の墓、小鳥の墓、生き物たちの墓だ。トカゲの墓。おう、めっちゃ動物愛好家や。ムツゴロウレベルで動物愛好家が作ったんだろうな、この墓は。なんこれ、桃色の蝶。マリアが死んだって本当？信じられない。俺だって信じられないよ。マリアって誰？マリアってあの人で、魔法使いでマリアさんで、誰って言うたけど魔法使いのマリアさんで。真っ白な羽の蝶が可憐に舞っている。マリア・マグダレーネは死んだらしいわよ。嘘、生きとったぞ。おい、てか見たよ。それとも俺があの部屋でてんやわんやしよう間に死んだとか。そんなわけないよな。見てお墓あるやん。リス、ネズミ、ニワトリ、子犬、ウサギ、子猫。え、もう、もうムツゴロウレベルの人がお墓作っとんで。てかここの4つあれじゃない、動物編で追いかけられたよな。追いかけてきた動物4匹じゃない、これ。おったもんな、子犬とかピンクのやつが最初パッと見て豚って言ってしまった。おいな、エイミーってエイミーって女の子でおったやん。パッと思い、エイミーって聞いてどんな子だったか思い出せんけど、エイミーとあの赤ん坊じゃ。赤ん坊、何々のお墓。文字がすれていて読めない。何のお墓なん。ベルとか、そういやベルっていつ出てくるんだろう。あん、すれとってヘンゼル、ヘンゼル出てきた。ってことはここグレーテルか。グレーテルだった。あー、結局煮込んでおいてなんで埋めてあげるの。すっごい礼儀正しいけど、礼儀正しいんだったらやめてあげろよな。煮込んだり焼いたりやめてあげろよな。なんなん、食物に感謝の気持ちを。トリコや。美食家やな、もう。マリアさんは美食家なんか。礼儀めっちゃ正しいやないか。食に対しての感謝。感激。雨あられ。雨あられは関係はないけどな。空色の蝶。マリアが死んだって聞いて、みんなほっとしているのに、あの人の顔を見ると気味が悪くて。あの人、あんな魔女を産んで育てて恥ずかしくないのかしら。ねえ、マリアさんの親がおるんやな。マリア・マグダレーネの墓。本当に死んどん。え、ちょっと待って、俺が部屋でてやわんややいよ、あいや、何があったん。マリアさん寿命、寿命で死ぬほど魔女って、不老不死とかなさそうやけどな。空色の蝶がいる。目を離すとすぐに見失ってしまいそうな色だ。マリアちゃん、子供の頃は僕、よく一緒に遊んだものだったわ。思えば、残酷な遊びが好きな子だったわね。本当やで。どんだけ被害者が出とることか。でも男の子だったらみんなそうじゃない？女の子にしては変わってるぐらいにしか私も思わなかったのよ。それ男の子への偏見やで。虫を殺すことすら嫌がる子供だっておるんやで。あ、現代っ子はその前にさ、虫に興味持たんような気がするけどな。冷めてるんだよ。あ、それも偏見か。まさかあんな恐ろしいことをしていたなんてね。殺された子供たちとその親が不憫だわ。ほんとやな。マリアのお父さんもかわいそうよね。すっかり村八分だもの。魔女を産んだ悪魔だってひどい扱いを受けているわ。マリアのお父さんは魔女じゃないんやな。お母さんが魔女なん。育てたんがお父さんで、そのお父さんは魔女じゃなかった的な感じか。はあ、そういうことか。マリアは別に父親から魔女の力を受け継いだとかそういうわけじゃないんやな。悲しいことよね。ほんとやな。そういう、親に迷惑かけるな、魔女。
マリアさんよ。マリアさん、なこれ。カラスのように黒い羽の蝶が、音もなく、空間を漂っている、カラスアゲハってやつやな。おや、君は。なんかこいつだけやたら落ち着いた話し方するな、大人っぽい感じで。どこかで聞いたことがあるような声。君も噂を聞いているだろう。うちの娘が森で子供を殺していたっていう話は。マリアのお父さん？え？マリア、マグダレーネのことか？そう、マリア。マリア・マグダレーネ。可愛い私の娘だ。お父さん、魔法で蝶に変えられとるやないか。何があったん、お父さん。反抗期なん。娘さん反抗期の時に怒られて魔法を使われてこんな姿になりましたみたいな感じになったのか。あの娘には私のせいで随分苦労をかけてしまっていたが、それでもあの娘は嫌な顔一つせず、いつも微笑んでいたよ。反抗期でそうなったわけじゃないんやな、これ。礼儀正しくて、美人で、妻の若い頃にそっくりだった。子供の頃は近所でも評判のいい娘だったよ。私の母にもよく懐いていた。本当に可愛い娘だった。いつからあんな恐ろしいことを始めてしまったのだろう。なぜ私は気づかなかったのだろう。マリアが突然家を出ると言ったあの日、私は止めることができなかった。あの娘が魔女ではないのかという、魔女ではないかという噂を聞いていたから。反抗期なんや。反抗期で出ていったんや、これ。その頃から魔女っていう疑いはあったんや。娘を守ることができなかった。結果、あの子は森で死んだというじゃないか。無残な殺され方をしていたと。あ、そうなん。え？全然さっき、これまでのストーマリアさんとは全然違う展開やけど。え、何があったん？私は親として、あの子に何もしてやることができなかった。マリア・マグダレーネ。私の小さなマリア。愛していたんだな、マリアを。愛していたよ。この世の誰よりも。なら、マリアは幸せだったさ。最後がどうあれ、な。そう、思うかい？ああ、きっとそうだ。ありがとう。黒い蝶は力なく羽ばたきながら、なおも空を漂っている。よかったやん、よかったやん、お父さん。マリアさんはさ、幸せそうにやっとると思うよ。と思うだけやけど。お墓を巡礼しに来たわけじゃないんです。おっと、取り巻きがおらんようになっとる。取り巻きって言うか知らんけど、邪魔なのがおらんようになって、この本が喋られる。おっと、マリア・バグダレーネ、ここに眠る。去年26歳。マリアになんか、本を授けたというか、お供え物に本をするっていう習慣がここの町ではあるらしい。そういうことなんかな。去年26歳。若いな。魔女マリア・マグダレーネには、不似合いなほど立派な墓だな。ほっとけ。墓地に備えるかのように日記帳が置かれている。マグヤ・マグダレーの日記、14歳。14歳はそんな話し方せんよ。よっしゃ、14歳の頃。今日はとっても素敵なことがあった。森の秘密の家にお客様がやってきたの。可愛い双子の男の子と女の子。あ、それってヘンゼルとグレーテルのことじゃない？ほら出てきた。名前はヘンゼルとグレーテル。あの絵本に出てくるヘンゼルとグレーテルと同じ。あ、同一人物じゃなかったんやな。同一人物ではなかったんじゃ。なんかお話の世界のヘンゼルとグレーテルがこんなところに出てきた的な感じではないやな、さすがに。私びっくりしちゃった。もう運命だとしか思えなかったの。マリアさん、そういう幻想を信じていらっしゃる方なんですね。運命だを切り開くのはあなた。私に食べられるために来たのよ。絶対にそうだって思った。どういうことだ？ 14 歳の考えのことじゃないぞ、こんなの。私の作ったお菓子とお茶を振る舞ったの。とっても嬉しそうに食べてくれたわ。だから私も二人をおいしくいただいたね。
ヘンゼルはお鍋で煮込んで、グレーテルはかまどで丸焼きにした。美味しかった。とても美味しかったな。私、初めて人間を食べた。豚より、牛よりも大好きになった。食生活、改めた方がいいと思うよ。てか思ったんやけどさ、そのヘンゼルとグレーテル焼かれよったところが、焼かれたり、茹でられたりしよったところが、さっきの手前のやつやけん、第二章の時やけん。え、あれって、14歳の頃のマリアのことでないん。え、タイムスリップした的な感じなんこれって。まあ、ようわからんけど、そういうことなんかな。エイミー、ヘンゼルとグレーテル。3人殺した。2人食べた。ドキドキする。次はいつあの美味しい肉を食べられるだろう。楽しみで仕方がない。毎日とっても幸せ。そんなんで幸せ感じてんじゃねえよバカ野郎。魔女マリア・マグダレーネ。知れば知るほどただの人間だってことがわかる。ただの人間だってことがわかるわけじゃないよな。ただの人間だったことがわかるっていうのはお父さんの話ぐらいやと思うぞ。それ以外はもうなんかすごい気違いだったような気がする。人間離れした気違い。いろんな気違い見てきたけどこんな気違いはおらんぞ。ただのイカれた人間だったってことか。魔法を使いようなかったもんな。あんな考えを持つことがもう魔法チックやけどな。なんか転移しました。めっちゃ暗いところに転移しました。怖いですね。あれ？日記、さっき読んだった14歳のやつ？幻覚だったのか？美しい墓場の景色も、マリア・マグダレーネの父親も。なぜどこにもいないんだ、マルガレーテ。これ14歳？ 14 歳か。読まんでいい。何これ、迷路みたいなところ来た。赤い変な光が通っています。怖いですね。ホタルだったらいいんですけどね。こんなホタルいないです。なぜ、え、だ、どこどこにいるの。なんのこっちゃ。ちょっと待って、一人はいや、怖いよ、寂しいよ。頑張れ頑張れ、負けないで、負けないだよ、負けないで。早く来て。どうして帰ってこないの。頑張れお留守番、頑張れお留守番、頑張れ。ちょっとお土産買ってくると思うよ、その待っとる人は。待っとる相手の人は、うん、ハウスどこ。おるわ、俺のことか。待っとったん俺のことか。おるやろ目の前に。おいおい、お前おるやろ。 お前ハンスって言うんか、俺のことか知らんのか、お前。名前だけ知っておいた方がいい。あれあれ、なんか俺、投獄されたんやけど、投獄されたんやけど、なんか、自動的に投獄されたんやけど、チカロ、女の子がおる。どうした、女の子。息をしている。どこも怪我をしている様子もない。甘いお菓子のような匂いがする。おい起きろ。ここは黒い森のお菓子の家の中だ。お菓子の家、そっか。私みんなで一緒に。仲間がいたのか。3人でここに来たのよ。レーツヤとミケと。でも覚えていないの。お菓子の家を見つけて、それから今までどうしていたのか、なんでこんな場所にいるのか。ねえ、二人を見なかった？金髪の美人な女の子と青い髪の女の子を。覚えてないわ。さあな、見ていない。あなたは誰？ヨハネス。ハンスでいい。ヨハネスってなんなん。ヨハネスって何？初めて聞いたんやけど、お前本名ハンス・ヨハネスってそういう名前なん。なんでヨハネスって名乗ったんだ。お前ヨハネスは、ようわからん。ハンス。お前の名前は。
ベル。ベルリーナよ。ようやく出てきたで、ベル。気になっとったベルってこの子か。ベルリーナ。美味しそうな名前だな。よし、大名でそんなこと言うなよ、ハンス。ちょっと気持ち悪いぞ、お前。ほら、下がったじゃないか。一歩は下がってたじゃないかだ。警戒しとるぞ、ベルは。お前のこと警戒しとるぞ、お前。面白くない冗談ね。シャニクサイで食べるお菓子の名前だろう。ベルリーナは。俺は冗談を言ったつもりはないが。知らないの？ここは人食い魔女の家なのよ。ここでそんな冗談、笑えない。そうだな。もう何人か食われたようだ。え？お前が言ったんだろう。ここは人食い魔女の家だと。何を驚いている？だって、ただの作り話だって思っていたから。だから。どいつもこいつも、そんなことだから死ぬんだ。冷たいよ、ハンス、お前。相手、小学生、低学年、小学校低学年ぐらいの女の子ぞ。もうちょいさ、ユーモア持ってさ、なんちゃってってくらい言ってあげないよ、お前。うん。安心しろ。お前は、俺が守ってやる。ああ、ここでなんか、ハンスが遠回しに一緒にいてくれ、アピール。え？なんだ？どうして助けてくれるの？理由が必要か？行くぞ。ぼやぼやしていたら、人食い魔女に見つかって食われるぞ。でも、牢屋だよ、ここ。あからさまに右上、穴開いておけたな。なんか知らんけど。あ、鍵束の中から、地下牢の鍵を使った。そういや、なんか手に入れたんよな。あの、鍵探したときに。一緒に手に入ったんか。逃げるぞ。うん。不信感がありながらも、ベルは仲間になりました。あー、かわいらしい、かわいらしい。いつまでも追いかけてくれるぞ。おーい。おー、もう、追従システムが半端ねえわ。これなんだろうな。穴は深く、中がどうなっているかはわからない。何を見ているの？早く行こうよ、ハンス。はいよ、わかりましたよ。ああ、そうだな。じゃあ、今回はここまでにしようかな。なんかもう、増えてないよな。オッケー。なお、今は？第4章、運命やって。ベルと出会ったことが運命なん。ハンス、結構小さい子に恋をする話なん？ロリコンなんか、お前。ベルに恋をするのか、運命とか。わーお。わーおだわ。これは次のパートから、ロリ好きの君たち、ちょっと期待していいぞ。というわけで、まあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。シーアゲッ。